モンゴルのグルジア侵攻、すなわち、モンゴルによるグルジア王国の征服は、当時グルジア人自身によって統治されていた、グルジア王国、アルメニア、そして、コーカサスの諸地域が13世紀を通じて、モンゴル人の勢力によって、数度にわたって侵略され、大規模な襲撃を受けた、歴史事象を意味する。13世紀における、モンゴル帝国の発展モンゴル帝国が、 コーカサスの地に最初に現れたのは1220年、東方からイラン高原西部に侵入してきたから、モンゴルの素部隊、ジェベリオ将軍との戦闘からであった。1210年代末までに、マーワラーアンナフルからイラン高原まで支配権を拡大していた、ホラズムシャー朝であったが、前年の1219年に、チンギスカンの新生軍によって、ホラズムシャー朝は事実上壊滅し、 コラズム社長の第七代スルターンアラーウッディンムハンマドは、マーワラアンナフルを放棄して、イラン高原で再起を図ろうとしてたが、チンギスカンによって、スルターン捕獲の命令を受けたジェベス・スベーデーの両将は2万機の軍勢を持って、スルターンを狙い、イラン高原に侵入し、各地を追撃していた。しかし、モンゴル軍は、スルタンムハンマドの軍勢を各地で壊滅させたものの、 スルターン本人の捕獲には至らず、両将軍はイラン高原北西部のアーザルバーイジャーン地方まで侵入すると、現地のイルデニズ町や隣接するグルジア王国の軍勢と交戦することになった。一連の奇襲によって、グルジア軍及びアルメニア軍は打ちまかされたが、ジェベスベーデーの両将は一旦カスピ海を西回りで北上して、モンゴル高原に帰還することになった。 この期間途中で、モンゴル軍は、北方のキエフルーシとも交戦し、カルカカ藩の戦いでは、キエフルーシの軍勢をも壊滅させた。一方、ムハンマド2世の息子で、ホラズムシャー長を継いだジャラール・ティーン・メングベルディは、チンギスカンに敗れて一度インドへ亡命するが、再び、イラン高原に舞い戻って、ホラズムシャー長最高を目指して、モンゴル軍の影響が薄らいだ感激をついて、 イラン高原周辺の諸勢力と同盟と交戦を繰り返した。ジャラール・ティーンはイルデニズ・朝を滅ぼし、一時はグルジア王国の首都ティフリスをも陥落させたが、同盟を当て込んでいたルームセルジューク朝からの襲撃で敗退し、次第に劣勢を余儀なくされていた。1230年に入ると、チンギスカンの後を継いだ、新皇帝オゴデイは北インド国境と、 イラン高原にそれぞれに現地防衛戦力として中流軍を派遣した。特にチョルマ軍率いる3万機のイラン中流軍はジャラールッティーン討伐を意図したものであった。1231年、ジャラールッティーンの軍勢はイラン入りしたモンゴル軍の奇襲を受けて壊滅し、ジャラールッティーンは逃亡中にマイアンファーリーキン市付近の山中で現地のクルド人らによって殺害された。 その後、モンゴルによるコーカサス、東アナトリアの本格的な征服は1236年に始まり、1243年に巨セダグの戦いで、ルームセルジューク長軍がモンゴル軍に敗退すると、コーカサス周辺からアナトリアにかけての地域におけるモンゴル帝国軍の優位は決定的となった。こうして、グルジア王国、ルーム、セルジューク朝、 トレビゾンド帝国は征服され、キリキアアルメニア王国と他の十字軍国家は自ら、モンゴル帝国に服属した。以後これらの地域は、オホデーの命令によって、イラン高原に進出したイラン中流軍と、イラン高原周辺の民政を統括する、イラン総督府の監督下に置かれるようになる。1250年代には、モンゴル皇帝モンテが、実帝、フレグを派遣して、 西アジア方面の遠征を再開させ、イラン中流軍とイラン総督府もフレグの指揮下に入った。これにより、グルジア王国、アルメニア王国、ルームセルジューク朝等のモンゴル帝国に下った、諸勢力もフレグの統括下になった。フレグの遠征軍によって暗殺教団として恐れられたニザール派も事実上壊滅し、さらにはバグダードのアッバース朝カリフ政権も滅ぼされた。 モンゴルはまたズルドスケティア、現在のチェチェンに侵入したが、そこでは継続的な抵抗に直面した。1259年にフレグを派遣した皇帝モンケが没すると、モンゴル帝国は内戦に陥り、1264年のクビライが第5代モンゴル皇帝として即位まで、グルジア、アルメニア、アーザルバーイジャンといったコーカサス周辺の諸地域は、 ジョチウルスのベルケとイルハンチョウのフレグが、その領有をめぐって争奪する、主戦場となった。巨勢ダグの戦いコーカすスに対するモンゴルの二度目の、侵入は、オホデーカーンの命令の下、1231年の、チョルマ軍将軍によるタイジャラール・ディーン・メングベルディー、遠征に始まった。ファールスのサルグルアサ、ケルマンのケルマンから非隊長等、イラン南部の小王朝は自ら、 モンゴルに服属し、コーを収めることに同意した。さらに西の浜田ンとペルシアの残りの地域は、チョルマカン。